リアルマーケットアナライズレギュラー陣と多彩なゲストが全国各地を巡りテレビでは伝えきれないリアルにここだけの話を徹底討論あなたの投資に役立つ情報が満載のセミナー今後の開催予定はこちら応募方法など詳しくは番組ホームページでご確認ください皆様のご参加をお待ちしております では、ここからは年末恒例ブックレビューに参りましょう。まずは鈴木さんお願いします。はい、あの、私がトップバッターを切るというのは、もう <laughs>。いつもこうなんです。<laughs> これも恒例です、ね。お恥ずかしいんですけど、<laughs> あの、二冊ご紹介したいと思います。はいえー、まずこちら一冊目が、地球四十六億年。 気候変動という本です。あの講談社ブルーバックス、要は科学の世界を私のようなあまり科学が得意でない文系の人間にもわかりやすく解説するというあのブルーバックスの一冊です。あの地球の歴史四十六億年の中で大きな気候変動が何回も繰り返された。それに関して詳しく横山先生という東大の先生がまあ解説されたご本です。あのご存知の方も多いと思いますが、そのスノーボールアース全球 凍結と言われて地球はもう上からしたらもう、ま、丸い球全てがあの凍りついているっていう時代がこの46億年の中でもうこれまで回回か3回ある、うん、そうなんですねでそれが解けてあ,あったかい時期が来て恐竜がもうたくさんかっ歩するようなその熱帯をさらに超えるような時期もあったそれがまた凍結してこれを繰り返してるこれの原因は何かというと炭酸ガス。うん 二酸化炭素です今二酸化炭素って何かと悪者にされてるんですがこの二酸化炭素が地球を暖かくしたり冷たくしたりしてるということなんですね。で二酸化炭素を利用して植物が光合成を行ってそれを原料として酸素が出てでそれが私たちの今私生物が暮らせるような世の中を作っているこ,この地球のもう驚くべき神秘のメカニズムが46億年なぜ起こったかってことをずーっとながら解説してる本ですので。この温暖化の時代に 私たちは二酸化炭素をこのえあっち行けというばかりでなくてありがたいものとして考えなきゃいけないっていう一つの考察でありますね。<ー>はい、学説です。まずこれが一つ目。はい。でもう一冊があのこちら分厚い本なんですが。 新自由主義の暴走という、うん、ま,まさに今そうバズワードとういうふうに見られるかもしれない新自由主義、まあ、今の岸田政権が、まあ、これを転換しようとで新しい資本主義という呼び方をいろいろ変えてますが、まあ、あのアメリカの経済学会で長らく支配していた新自由主義、まあ、これが突き進みすぎて世の中というものが今大きな変化点を迎えている現、うん、現代代ははアメリカの本なんですが現代はあの経済学者 の時代、エコノミストアワーという本なんですね。はい、要は経済学者の時代っていうネーミングをその歴史学者が以前確立したんです。40年間1969年から2008年までの40年間がこれ経済学者の時代。 という時期ががあっっててそれがリーマンショックによって転換したもう転換して10年経った10年経ってようやく、うんまあ、この時代は新自由主義というものだったということで今まとめられたこれ1年前の12月に、えーまあ、発売された本なんですが。はい 要は新自由主義というのは、まあ、チャンピオンはミルトン・フリードマンという今や随分悪役のような <laughs> 形で私たちは認識しているような学者さんなんですがミルトン・フリーマンですらこういう時代が来るとは予想していなかった要は格差社会が作ってしまう弱者が分かっていてやったんだ。 でそれに対してミット・フリードマンもこうでなかったはずなんだ。でリーマンショックが反省して、それが今変わろうとしている。で、そう新新しい資本主義の時代が来てもうすでに10年経って日本ではようやくそういう言葉が出てきた。まだ確立されていない。うん、まあそのあたりを詳しく分厚く書かれているというご本です。この2冊難しい本でしたが、えー、読,んでみた読んでみて読んでみて良かったなと思いました。いやすごい勉強になりそうですね。ありがとうございます。 では私のおすすすめ本を紹介したいいと思います私もちょっとお勉強系なんですけれども「えー、21世紀家族へ」という本でこれもともと出されたのは1994年と古いんですけれどもそれからもう第4版まで出されている最近だと2019年にもう一回出されているっていうあのいろいろ過失修正されて、えー、読み継がれている本なんです。であの私も最近ですね、えー、間もなく40なんですけれども大学生とか新卒の学生とかと話す機会が結構ありまして。 でそうするとなんかジェンダーギャップカルなんだカルチャーショックっていうのかなあとジェネレーションギャップっていうんですか、うん、あのいろいろ何その言葉みたいなこととかもいろいろあってあ考え方も違うし価値観も違うしそれこそあの女性の働き方とか子育てへの考え方とかこの名前生命についてのこととかも本当あの 人それぞれこう年代で違うなっていうことを常日頃考えるようになりましたと。とで、それをあなんか最近ってこう時代が違うよね。とか、若い人はっていうのって簡単なんですけど。でもその裏側にあることって何なんだろう？っていうのを。 あのこれれを読むと考えさせられますこちらには私の親世代ですとかそのもうちょっと上の世代たちがどんなふうにしてあの家族の形を保ってきたのかで今の課題は何なのかっていうのがギュッと詰まってましてあのはん何でしょう若者に対して若いなって思う一方私がこう親世代から言われてたようなこともあなんかこう そりゃそういうい考え方になるよねみたいな情報がいっぱいあるのであのみんなに対してこう寛容になれるっていうかそういう考え方もそりゃ確かにあるあるっていうふうにこうコロナもありましたしいろいろそもそもそれって何の本当はどうだったんだろうとかなんか当たり前を疑うみたいなことすごく増えたと思うんですけど、まあ、それを助けてくれる一冊になってるかなと思います。 九十四年ですか。九十四年ですね。そこになんか意味がありそうですよね。<ー>要するに時代を超えるそういう考え方っていうのは時代を超えるんだっていう<ー>そういうメッセージなのかなって今話を聞きながら思いましたの、ね、で、ふとぜひご覧ください。はい、<laughs> はい。では続いては番組でもおなじみ日清基礎研究所の矢島さんにもおすすめの本を伺いました。お願いします。私がおすすめする本は、えー、こちらです。決定版デジタル人民元です。 あの元日銀の審議員の木内さん、今あの野村総研にいらっしゃるエコノミストですけどもが書かれた本になります。今あのデジタル人民元とか中央銀行のまデジタル円まデジタル通貨の話の本はたくさんあるんですけども、この本ま決定版って書いてあるようにかなり幅広にデジタル人民元のまいろんなことについて考察されている非常にいい本だというふうに私は思います。 で来年の2月にあの北京オリンピックがまあ開かれる予定に今なっていますでねで今外交的にボイコットみたいな話はありますけども実はこの、えー、北京オリンピックで中国が考えているのは、えー、デジタル人民元祭りまさに世界に中国のデジタル、えー、通貨をまあお披露目するということを考えているんですね。 でこれもうあと2ヶ月なのに、えー、他の国から見るとそのデジタル人民元がどういうものかって実はあんまりよく分かってないんですね。2020年、えー、確か深圳で中国がデジタル人民元の大規模な実証実験をやったと思うんですけども、えっ、ー、とその映像とかいろんな。えー 結果とかは出てくるんですけども、実際にどういう仕組みになっているのかというのはよくわからない。それが一体何なんだろうって、ずっと、まあ、私自身も疑問だったんですけれども。このキッズさんの本を読んで。実は、このデジタル人民元が、中国の覇権争いのど真ん中の。手段になっているという、まあ、そういう解説がされています。例えば、対外的には。これから、米中覇権が非常に厳しくなると。中国にとって、一番ネックになるのが。 ドルの決済が止められた時に中国としていろいろなもののお金が流れなくなるそういう意味でこのデジタル人民元を世界に広めることで人民元自体で決済ができればドルの,その制裁が強くなる、まあ、そういう思惑がありますし国内では今金融プラットフォーマー等々中国のいろんな民間企業が非常に強くなっていると思います。 でそれを逆にこのデジタル人民元で押さえつけることによって国の統制を強くするそうすることで今言われている共産権の非常に強い中国の支配体制というのをさらに強固なものにするというような思惑もあるのではないかというような分析がされています。中国人民元ななかなか、えー やるということは分かっているんですけども、現実的にどういう仕組みになっているかっていうのがわからない中で、この本は多方面からおそらくこういう形になるのではないかとか、こういう思惑があるのではないかというのを説明している本にまあなります。我々日本としても、まあアメリカやいろんな国もデジタル人民元のえっとデジタル通貨の話をいろいろやり始めていますが、そういうことを考える上でも非常に何だろ多岐にわたるまあ分野の。 なんて決定版になっているというふうな本だというふうに思います。矢島さんいつもありがとうございます。では最後です。岡崎さんお願いします。はい、ええー、私はいつも同じ人の本ばっかり出して <laughs> 問題あるかもしれませんが、今回もマイケル・ルイスです。はい、えー。最悪の予感、えー。アメリカという国のコロナとの戦いを国名に、えー、ルポルタージュしたものです。でアメリカという国はまあ自由の国。 ににコロナにあまりにも弱かった、まあ要するに中央集権型じゃないんですね統制取れないで箱といいますかいろんなまあ組織があってそれが対立をしたりまあ自己弁護に走ったりとか、まあ、それこそ CDC 疾病対策センターこの名前も出てますけどもこの本ではボロクソに書かれてますそれから FDA 食品衛生,衛生局も何にも役に立たないと。うん、でそうじゃなくて本当にアメリカで コロナと戦ったのはメディアには現れない名もなきというかまあ後に名前がだんだん知れるようになるんですけども最初は無名の若者であったりそれから学者であったりそれから保健所の。 まあその検査する人であったりそういう人たちが立ち向かった勇敢にというそれを国名に表してえ見ますで特に今面白かったのは覚えてますよねトランプ大統領が最初風邪だと言った話とかそれから CDC の,のファウチさんがウイルスの感染力は低いと言ったりとかもうみんなもう過ぎちゃったら忘れていくんだけども忘れちゃいけないということと同時にこの本を読んで改めて分かったんですが。 ザッカーバーグがものすごく協力してんですねフェイスブックが財団としてそれからセールスフォースドットコムもものすごいお金を出してるんですよ、はあ、で結局民間が勇気ある人たちが立ち上がってここまで来たというまあその話まあ、最悪の予感パンデミックの戦いっていうのの,のもう一つのイメージはこれ終わらないぞとまだまだ続くぞという結論なんですけれども、はあいい あの忘れないために2020年一体何が起きたのかを忘れないために日本のことも書かれていますプリ,あのプリンセス号の話も書かれていますで1月にウイルスが分かってた見つかってたってことも書かれていますそういう意味で残しておきたいい本だと思います、うんはい、でもう一つはえ番組でも紹介した矢印、ねはい。時の住みか」ですねエコノミストが見た日常というのであまり説明はもう必要ないと思います。 ここに付箋が貼ってあるのは意味が2つあって1つは私が何度も読み返しているさらっと読める非常にこう清々しい本なんでさらっと読めるんですがこれ第4章かな「隣の芝生が青いかどうかもわからない」という非常に印象的なチャプターがありましてこれは実に経済学的な意味があるんだと経済的な意味があるんだと。 組み立ててなきゃ組み立てていかねなければならないロジックが詰まっていると。<ー>このこのチャプターの続きを矢島さんに書いてもらいたいなと。えー、この番組を通じてお願いしようかなと思います。<laughs> はい。あともう一つはこの青のところは、えー、私もちらっと言いましたけれども嬉しいことにマーケットアナライズプラスが出てきます。でこの本の中でも実は大事な役目を我々にな,になっていたんだなっていうことがわかる。 ほんの一行些細な小さな文章なんですけども読んでて嬉しかったという本ですちょっと読み返してみないと隣の芝生は多いの章ですね、えー、ここを読んでみてくださいは<ー>はい。はい。さてえブックレビューお送りしました皆さんどうぞ年末年始読んでみてくださいリアルマーケットアナライズマーケットアナライズレギュラー陣と多彩なゲストが全国各地をめぐりテレビでは伝えきれないリアルにここだけの話を徹底討論 あなたのの投資に役立つ情報が満載のセミナー今後の開催予定はこちら応募方法など詳しくは番組ホームページでご確認ください皆様のご参加をお待ちしております